竹林寺は奈良県生駒市佐里町にある立州の寺院。奈良時代の僧、行基の墓があることで知られる。三号は生駒山。本尊は文殊菩薩騎士僧竹林寺、竹林寺は生駒山の登録の山中に位置する。奈良時代に佳境、治水などの社会事業に奔走し、東大時代物の増流にも力のあった僧、行基の墓所がある寺である。 行基が壮年期に営んだ昭安が後に寺院とされたものと思われる。行基は文殊菩薩の化身と信じられており、寺号は文殊菩薩の聖地である中国の古代山大聖、竹林寺にちなむ。明治時代以降は廃寺同然となり、本山の東昇大寺が管理していたが、20世紀末から境内の整備が進められている。行基研究の基礎資料の一つである。 行記年譜には、慶雲4年、当時40歳の行記が、生間千房に移ったとの記載がある。一方、東大寺の学僧、行前が表した、竹林寺略録には、行記は、慶雲元年、生間山に入り、草の千房に従したとある。生間千房と草の千房が、同じものであるか、また、それが、現在の竹林寺に相当するのかについては確証は、ないが、 当地に行基の墓があることから考えて、行基先祖の後ろ身が竹林寺であると推定されている。聖史俗日本記の法記4年11月初過日には、行基が修行した44箇所の寺院のうち、六コ院は荒れ果ててしまっているので、それぞれに他三町内子二町を私入するという趣旨の記述があり、その六コ院の中に行院が含まれている。ここからは、 行基の没後二十数年にして、すでに、幾間院が荒廃していたことが伺える。約五世紀後の文脈二年、弱滅という層の表した、竹林寺演技によると、同年、弱滅らは、行基の無国に従って、生間山の行基の墓を掘り起こしたところ、シャリビンや母子を発見したという。母子の記載内容は、当初大事文書中に残されており、それによると、行基は、 菅原寺で没した後、聖馬山の棟梁で火葬に付されたという。行記のシャリビンと墓死は、再埋能されたが、同性墓死のごく一部の残片が、江戸時代末期に発掘され、地元の個人の所有となっていた。これは、昭和8年11月11日、同性行記シャリビン残片の名で重要美術品に認定され、現在は、奈良国立博物館の所蔵となっている。 その後、最大寺中高の祖、永ゾ尊、ン、その弟子、任将らにより再考されたが、明治の廃物希釈によって廃寺となる。再考されたのは平成9年になってからである。ありがとうございます。